こんにちは、バイクとカメラのある生活の康介です。今日はね、これから、林業紹介さんというところにね、蒲田の方にある大田区の方にねある洗車屋さん向かってます。ちょっとこのショベルをね洗車していこうかなと思って今向かっているところです。いや、約束の時間がね、あって、まあ予約時間ですね、予約時間があって、そのまあここまで取ってつくのに大体1時間ぐらいですかね、1時間ちょっとぐらいで着く予定だったので、まあ2時間前に出たんですよ。また何かあるかなと思って、そしたら見事にね、なんだかんだねそれぐらいかかっちゃったんで、今の到着時間を見るとちょっと10分ちょい遅れちゃうんですよね。本当申し訳ないです。まあね、そんなヨタヨタしたしながらなんですけども、ここを今日ねこれから向かっていきたいなと思います。すいません、遅くなりました。申し訳ないです。無事でよかったです。無事でよかったです。すいません、家の近くで一回演奏したら全然グズいかがなくなっちゃってすいません。はい、ということで、バイク洗車センター、はい、到着しました。今状態一応ねGoPro なんでちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、こんな感じです。はいね、もう古いバイクなんでね、これから綺麗にしていただきたいなと思います。はい、すいません、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、はい、まあ、車両チェックさせていただいて、はい、まず水がかかってはいけないところに用途の方をしていきます、はい、でその後にですね、足回りを中心に洗浄の方させていただいて、でその後に、全体に泡を吹きかけて、はい、表面の汚れを落としていきます、はい、ブラシで細かいところの汚れをかき出していくような感じですね、はい、その後に、スポンジとかニットとかを使ってニット洗車をして、洗い流して、コーティングを、まずダイソースプレーガンでコーティングを全体にかけて、その後に、焼き付けですね、はい、まああいうやってるヒーターで、定着を促進させます。でその後に塗装面ですね、タンクとフェンダーとかですかねを手塗りでもう一回別の溶剤、別のコーティング剤を塗っていって、また焼き付けして最終チェックして完了というような流れになります。はい、わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、Thank you.
これが今出てる、はい、はい、で今回ホテル会長が最後は優しくこんな感じで、そうですね、ありがとう、水圧かけず、ありがとうございます、はい、固定材を吹きしていきますので、はい、これもコーティングなんですか？これそうですね、そうめんに塗る手塗りのコーティング剤ですね。はい、ということで、ビビ紹介さんで洗車してきました、今回はね、このプレミアコースというのをね、施工しまして、施工してもらいました、いや、ピッカピカですわ。もちろんね、サビの部分とかはしょうがないんですけれども、作業風景、撮らせてもらったんですが、これ見てもらう通り、すごい丁寧にやってもらってて、スポーツとかもね、ほんと一本一本丁寧に丁寧に綺麗にして引き上げてくれたんで、後ろのホイールなんてもうピッカピカですよ。もうね、すごい大満足でした。いや、ほんとありがとうございました。こんなに綺麗にしていただいて、おかげでね、なんかオイルもね、オイルピッカピカだったミストのところとかね、エンジンの下とかが綺麗になったんで、どこが漏れてるかね、これでちょっと分かりやすくなったんじゃないかなと思って、ちょっとね、またオイル漏れの箇所、断定するのにね、ちょっと様子見たいなと思います。なんかね、今インスタント5月末までなんかキャンペーンやってるそうなんですけど、ちょっとこの動画があるのが多分もう6月だと思うんで、ただね、6月もね、なんかやるかもしれないようなこと言ってたんで、ぜひね、インスタだったりとかホームページをね、チェックしていただいて、都度確認していただけたらなと思います。だいぶね、おすすめです。ぜひぜひ、皆さんもやってみてください。本当だいぶリフレッシュするんでね、こんな有給車とかでもやってくれるので、試してみてください。ということでね、本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。X、インスタグラムやってます。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。